さあ、男子エリート、早いナンバー5番の小笠原、そして続いて51番赤井奈津間、竹谷健二、そして。おー、竹谷さん、どんどん行っちゃうぞ、頑張れ、一塁頑張れよ、冷静に行け、冷静に、よし頑張る、おい、イロリン頑張れ、1位小賀竹谷、なんだっけ、よしよし頑張れ、
ヘッドヘッド。まもなくです。2006MTB シリーズクロスカントリー第3戦、仙台泉ヶ岳ということでね、小笠原が来るか、竹谷健二が来るか、そうやってきたー、トップでやってきたのは小笠原だー。2006年全試合 MTB シリーズクロスカントリー参戦、仙台泉ヶ岳優勝、いや、でもいいね、いまいちだいぶ話したね、勝ち方が。あ、いいんじゃない、もう一回目だからありがとうございます。惜しかったね。